んか企画があってみんなにお願いしたと、したい時は改めてお願いしようと思うので、その時はまたよろしくお願いします。あの投票数順位ってどうやったら出るんですかね。どうやったら出るんですか、あれ。あれちょっとよくわかんないんですけど、私あの投票数順位って何ですかね。ちょっともう見れないんですかね。噂をかねがね聞いていておったのですが、見えないんですけど、これって普通出るもんなんですかね。めっちゃ伸ばし棒なんですけど、めっちゃ伸ばし棒なんですけど、わからないもんなのかな。自分が、まあ、いっか、まあ、いっか。自分がどうっていうのはわかんないのか。その私の順位じゃなくて私が投票した順位みたいなやつ。そっか、まあいいか。じゃあ。まあそんな感じで今日は、まああれか、だからその推しメンの、投票数、投票数ランキングみたいなのがあって、そのうちの上位何人かが自分が 何票入れて何位だったっていうのが分かるっていう感じかな、多分きっと。うん、そういうことかな、多分きっとそうだよね。まあじゃあたくさんの方が投票してくださったっていう風に解釈しておこうと思います。そう、その自分のもね、そう見れなかったから。なんか前までは全部見れたみたいなこと言ってた気がするけど、まあいいか。今日はショールームで NGT48 デーということで、あ、ギフトありがとうございます。だるま1周年おめ、ハートハート、だるまだるまありがとうございますということなので、違う、総合の順位じゃないの、総合の順位じゃないの、違うの。まあいっか。うん、違う、メンバーの総合の順位じゃなくて、これ私っていうとあれなのか、自分が投票したとこの順位っていうのかな。そう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 、まあシステムのもんあれだよね、きっとね、変えたんだろうね今までとね。そう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 、でそう、今日は NGT48 デーということで、お昼の配信は本日のお歌の今日の文をね、イラストで描かせていただいておりました。そう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 、なので今日は
夜この時間は NGT のお歌を歌おうかなというふうに思っております。てれれれってれん。先日まあお歌配信やったばっかだったのであれなんですけど、まあこういうお祭りなので、うん、そう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 、NGT の曲縛りで歌を歌おうかなと思います。まああんま縛り、曲縛りってあんまいい言葉じゃないな。この前青春時計とさ春読歌っちゃったんだよねだいぶ前、だいぶだいぶ最近。よし、何から行こうかな。この前歌った曲はじゃあなしにしようか。いっぱい曲あるからね、 NGT でもね。よし、いくぞー。あ、カラオケに入ってる曲のみになりますが、それでは参りましょう。 NGT 楽曲限定メドレー、いこう。あ、時が暴れてる胸の内側から破るように、君のこと好きなんだ、バグにも言えなくて我慢してた、意味なく全力で走る、わけもわからずに叫んで心に住み始めた、変なものとどう付き合えばいいのだろう、恋はエイリアンなのか、まさか初遭遇、体のどこかで気配がする、自分と違う何かがいる、恋はエイリアンなのか、地球外の生物、いつの間にか共存している感情は片思い、キュンキュンが止まらない、息が苦しくなる熱い鼓動、教室に待っていた隠した切なさに影ができた、あいつも好きだって聞いた、絶対負けないとつぶやく、根拠ない自信とその願望は君を揺らす風になった君はウイルスみたいに僕を蝕んでく、昼間の悪夢にうなされてる、愛した僕がいけないんだね、君はウイルスみたいに急に熱を上げるよ、知らぬうちに探し求めてるワクチンは両思い、
戦えばいい。いつかはわかるさ、恋はエイリアンなのか。まさか初遭遇、体のどこかで気配がする。自分と違う何かがいる。恋はエイリアンなのか、地球外の生物。いつの間にか共存している感情は片思い。LGT48 何かがいるでした。ありがとうございます。ギフトありがとうございます。たくさんありがとう。ネモフィラ、音符ハート、花びらハート、花びら音符ありがとうございます。たくさんだるまありがとうございます。ありがとう、ありがとう。すべてに目を通させていただいております。音符ありがとうございます。馬ありがとうございます。ありがとうございます。ギフトよし。ちょっとなんかせっかくだから立って歌おう声が出しにくいからね、座ってると。よいしょ。アイドル楽曲はおーこらせ、高い楽曲が多いですから音程が。あ、鏡が映るそう、鏡の場所を変えたんですよ。よいしょ。別にあれですけどね、なんかそんな鏡、まあここにあるんですけど。よいしょ。ちょっと待って、場所が狭い。ちょっと机どかして、前髪伸びてきたな。まあいっか。じゃあ続いて、ギフトありがとうございます。 NGT48 何がいいかなよいしょ。お、バグってる。座ってる時の方が漏れてたなえ、そんなことある？木漏れ日の下の葉の影は、時折の風に揺れながら、近づく季節のその気配、一足早く空をめくったカレンダー。ここで会おうて約束せた、去年の夏を忘れてない。まだ恋と気づかずに別れ際口にしたこと、待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね。何回も見てしまった道の向こうを、君は来るか来ないのかな、もっとちゃんと言えばよかった。僕はそれでもときめく。半袖のシャツの制服が、遠くからこっちへ手を振った。
金眼の僕はポケットのメガネをかけてやってきた夏確かめた。まさか会えると思わなかった。去年と同じ今日この日、今恋と気づいたよ。一年の時が流れて、好きになると会いたくなる当たり前のことだよね。目の前で微笑むのは夢の続きだ。僕は何を話せばいい。二人ずっと見つめ合うだけ。セミがどこかで泣いてる。待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね。何回も見てしまった道の向こうを、君は来るか来ないのかな。もっとちゃんと言えばよかった。僕はそれでもときめく。やっとあれから会えたね。NGT48 緑と森の運動公園でした。ありがとうございます。ハート音符、ハート音符ありがとうございます。かわいい馬ありがとうございます。音符ハート音符ハートハート音符音符たくさんギフトありがとうございます。お花ハート音符すべて見させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ハート音符お水ありがとうございます。この辺までだったかな。ありがとうございます。お水飲むね。ちょっとよいしょ。てってて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 て。よいしょ。次どうしようかな。ちょっと先日歌ったばかりの曲はちょっと先日歌ったばかりなのでやめようかな。どうしようかな。これにしよう。音を立てないように、時間は過ぎてゆくよ。何かやろうとしててもすぐにタイミング。近頃忙しい、目が回るほど近頃忙しい。追われてるんだ近頃忙しい。大事なこと忘れてしまう。大人になってゆくたび、地球の自転のスピードはどんどん速くなって、一日の長さが昨日より短いのかも。あっという間。ソフトクリーム食べなくなった、あんな好きだったのに。糖質制限なんかしてない、なぜなんだろう。ソフトクリーム食べなくなった、嫌いになったんじゃない。恋をしたあの年の夏から、もう
ずっと食べてないソフさん。昨日ソフトクリーム食べちゃったな昨日ソフトクリーム食べちゃったわ。まあそんなに最近アイス食べてないけど昨日食べましたね。逆タイムリー。壁のカレンダーだって勝手にめくられてる。印つけておかないと消えてしまうもの。何かが変わってく、知らないうち何かが変わってく、すべてのこと何かが変わってく。あんなに好きだったけれど、人生経験すれば他にも実が出てくるし、頭のキャパシティがいっぱいになるから、なんとなくはみ出してくんな、しょうがない。そうだ、海にも行かなくなった。あんな好きだったのに、日焼け止めとか塗ってないけど、なぜなんだろう。そうだ、海にも行かなくなった。別に行きたいと思わない。波音にキュンとせた夏から、切なさが響かないメモリー。僕たちはその一瞬を後悔なく生きてるんだ。思い出しがみつかるように健忘症を。ソフトクリーム食べなくなった。あんな好きだったのに、糖質制限なんかしてない、なぜなんだろう。ソフトクリーム食べなくなった。嫌いになったんじゃない、恋をしたあの年の夏から。もうずっと食べてないソフさん。NGT48 ソフトサーブでした。ありがとうございます。音符や花びらありがとうございます。ソフトクリームもありがとう。ソフトクリームじゃないかこれ、アイスもありがとう。音符や花、ハートなどありがとうございます。ミラーボールもありがとうございます。ありがとう、尊い、ありがとうございます。ハートたくさんありがとう、ありがとうございます。よいしょ、ギフトありがとう。ネクスト、あんまりこの曲歌ってないな、ちょっとなんか不安、歌えないかもしれない、歌えないかもしれない。これちょっと初めて歌うかも、ショールームで。いくぞ。そんな顔で見るなよ、いけないこと言って、そうずっと思ってた気持ちだ。別に今じゃなくてもよかったのかもしれない。感情が高ぶってごめんね。ひわふいにそっと考え込んで、僕を哀れんように微笑んだ。一番恥ずかしい流れ振られたんだ。と友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて、何のフォローにもまるでなってなかった。このままでいましょう、
くない、5分前のこと忘れよう、あどこがダメなのかって聞くだけ未練だらしいね、理屈ではないんだよね、フィーリングか、またいつか濃くても変わることないんだね、可能性も全然ないこの恋、僕は何も気にしてないようにすぐにジョーク言って笑わせる、本当は傷ついたのに平気なふり、きっと私よりいい人がいるわなんて、上から目線はやめてくれないか、優しくされてもなんか惨めになるだけ、付き合えないなら同じことだよ、5分過ぎた後泣きたいよ、と友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて、何のフォローをにもまるでなってなかった、このままでいましょう、恋愛は無理なんだね、絶対に気まずくなりたくない、5分前のこと忘れよう、NCT48 友達でいましょうでした。ありがとうございます。ギフトありがとうございます。アップやハートありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。この曲もあんま歌ったことないかも。ちょっとね、あのね、ところどころ私音程多分リズム違ったりするんだけど、あのごめん。駅のプラットホーム、電車が近づく、運転席の窓がキラリ反射した、冬の重たい空気をかき分けて進むように、君と一緒に朝がやってきた。これ意外と難しいな。いつも同じ顔ぶれの乗客の中に、定位置の君を確認して、わざと少し離れため息ついた、僕はそれでも幸せに思えた、だけど目と目合ってもリアクション困ってしまう、不意に胸がキュンとして目をそらすしかない、難しい、心を見透かされる、なんてぎこちないんだろう、なんて不器用なんだろう、僕はドアにおでこをつけ、すごいスピードで過ぎる街をぼんやり眺めてた、なんてぎこちないんだろう、自分でも気づいているよ、そっと
遠くから好きでいる。いつの日にか卒業するまでぎこちない。通学電車ある日君が定位置にいない日があって、僕は忘れてしまった。真っ暗なトンネル入ったようで、この世界から輝きが消えたよ。腕にギブスしているその姿見た時に、いても立ってもいられず、どうしたんですかって思わず聞いたんだ。なんて大胆なんだろう、なんて勇気あったんだろう。君はもちろん驚いてた。だけど自転車で転んだこと教えてくれたよね。なんて大胆なんだろう、僕らって想定外な名前、知らぬまま好きでいた。振り返ってドキドキしてくる大胆な通学電車。ここ好きここ好き、よく聞くからって歌えるもんじゃねえな。なんてぎこちないんだろう、なんて不器用なんだろう。僕はドアにおでこをつけ、すごいスピードで過ぎる街をぼんやり眺めてた。なんてぎこちないんだろう、自分でも気づいているよ。そっと遠くから好きでいる。いつの日にか卒業するまでぎこちない。通学電車NGT48 ぎこちない通学電車でした。ありがとうございました。音符やハートありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、とっても画面が綺麗綺麗になりますね。ちょっとさっき物落としたわ物ガタガタガタンつって落としてしまいました。これにしよう。風が吹いて枝が揺れて、日差しの滝が青い天空から音もなく落ちてくる。そっと瞳閉じればどこか遠い彼方へ、意識だけが動いて旅が始まる。丘の上で両手広げ一気に走り、ここでライチ蹴って飛べるまで繰り返す。夢はやがていつしか知らず知らず覚めてく。せめて願い叶えて鳥になりたい。悲しみに出会ったら迷わずにここに来て、風景の中に溶け込む努力して、無になるな涙を。
させよう、嫌なことなんか忘れよう、濡れたその頬乾く頃、笑顔を思い出してる、無理に拭うよりも少し待ってればいい、消えた水分が悲しみの正体なんだ。授業サボり学校から逃げてきた午後、草の上寝そべりそっとまぶたを閉じた、手足をバタバタして空をすいすい泳ぐ、夢を見ているなんて誰も知らない、さっきまで泣いてた、その訳も忘れそう、ちっぽけな自分が地球の片隅で、影になる時間は蒸発させない、人生を無駄にできないよ、早く気持ちを切り替えて水分補給しなくちゃね。ずっと晴れているわけじゃないんだよ、雨も降ってくれなきゃ日からびるよ、応援でばかりじゃ優しくなれない、草も花も虫も鳥も人間だって、時には泣くことも必要だ、涙を蒸発させよう、嫌なことなんか忘れよう、濡れたその頬乾く頃、笑顔を思い出してる、無理に拭うよりも少し待ってればいい、消えた水分が悲しみの正体なんだ。LGT48 の蒸発した水分でした。ありがとうございます。ギフトありがとうございます。ありがとう。ハートや音符ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。ありがとう。ありがとうたくさん。ありがとうだるまや音符ハート。とっても素敵です。このさ、あの壇上がすごいことになってんだけどさ。てか全体的にすごいんだけどさ。いやこれクマ？かわいいね。あー、ここ消しちゃった。わー、ありがとう。あー、クマさん、ありがとう。この色のクマめったかわいい。ありがとう、ありがとうございます。クマさん、ありがとうございます。そう、みんな NGT アバターですね。ありがとうございます。41分。まだいける。明日何時にショールームすればいいかな。明日365日なんだけどさ、何時にすればいい？今日ぐらいいっぱいやりたいなって思うんだけど、一気にはやらないんだけど、でもさ365日達成の瞬間多い人とやりたいよね。だから夜やって夜やるか。夜やって夜やる、なんかそうなりそうだよね。ちょっと明日もじゃあどうせね歌うことになりそうだから。どうせってなんやねんって感じだけど、明日歌う曲は残しておいて、またじゃあこれにしましょうか。エビちゃん、はい、はい、はい。夢も希望もいらねえ、ぬるい言葉はくだらねえ。学校なんか行っても未来教えねえだろう。
何が正しいかなんて分け知り顔で言うなよ。大人たちは神回、自分の胸聞いてみろ。唾を吐き捨てるみたいに、いつも睨んできた。反抗的だと殴られたって、生き方は変えられねえ。空き缶を蹴飛ばすように触れるもの当たり散らして、傷ついても傷つけても迷惑なパンクを歌うぜ。はい、はい違う、嘘を見逃せばいいんだ、優しくなれと言うけれど、あんたは正直一回作り笑いのふぬけ野郎。金で手に入るものなんか何も欲しくねえよ。やりたいことだけやりたいだけだ、俺に値札をつけるな。空き缶を潰してやる、魂が入ってないなら空っぽで生きるよりも面倒なパンクでいいんじゃね。夜当たり上手に気が成長してゆく心に似ている、いろんな花を咲かせながら、時には思い悩んで大人になってゆく。今夜の空の下から見守ってくれた誰かの支えになった。未来はいつも姿見せずに待っているよ。弱音吐き甘えないように、愛とは涙、人のために泣けることね。幸せを噛み締めている。やがて溶けて、大地は新しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも喜びに変え、笑顔になれる。いつだって明日は来る。未来はいつも夢が叶うと、その思いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。NCT48 MAX 時315番でした。ありがとうございました。ギフトもありがとうございます。
例えばさっきも、例えば一個前の歌の時あれでしたね、ちゃんとお礼してなかったですね。ミラーボールたくさんありがとうございます。今もありがとう。すごい、さっきミラーボール3つぐらいいただきましたね、ありがとうございます。他にも音符やだるま、あ、3つじゃないね3つじゃないね、これミラーボール、これ3つじゃないですね。たくさんありがとうございます。5678ですね、すごい、ありがとう。花束もありがとうございます。音符やハート、アイスとか、あー、もうみんなありがとう。好き好き好き、感情を吐き出して、今これ何が分かったんだろう。はい、ありがとうございます。ありがとう、たくさんギフト、とっても嬉しいです。よし、あ、10時になっちゃったね。もうこれ私1ヶ月前だったらもうこのタイミングでもう配信切れてて、最後のお礼できてなかったですね。はい、ということで NGT の、日ということでね、ショールームさんが企画してくださったフォーティエイトグループウィークが明日で終わりですね。まあ、明日 AKB さんの日なんですけど、個人的にはその365日連続配信の日なので、まあそれもお祭りみたいに騒いでいただけたらいいなと思います。本当にギフトありがとう、うん、嬉しい。ごめん、なんかもし見逃してるものがあったら、全部読めなくて本当にごめんなさい。なんか壇上のねお名前とかも読めたらいいんだけどね。ハートありがとうございます。うん、ありがとうありがとう。あら、初見さんもありがとうございます、ありがとうはい、ということで、うん、おー、あら、 NGT のくまさんありがとう、めちゃくちゃ可愛い。ちょっと平助、平助か、君ど、平助か、平助ちょっと呼ぶね。はい、あ、平助、平助、こっちの子の方が可愛いな私平助、この私この白いクマさんの方が好きだな。カラーリングするはい、 ありがとうクマさん、ありがとう。そう、色違うからな。兄弟、兄弟、いや、あれ、コウタロウの方も兄弟なんだけどさね、いちご、いちご大福みたいな桜いちご大福みたいな色してる、かわいい。はい、ということで、はい、平助はじゃあ一旦一旦はい、ということで今日もお付き合いいただきありがとうございました。みんなのくまさんのアバターもとってもかわいい。はい、ということで改めまして今日は一日ありがとうございました。明日もどうぞよろしくお願いいたします。で、明日はさっき言ったように9時から配信しますので、みんなで9時15分のタイミングで、どんちゃん騒ぎしましょう。365日だっつって、よろしくお願いします。ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様でした。それでは皆さん、また明日、おやすみ村、ギフトありがとうございます。ありがとう、すべてに目を通させていただきました、ありがとう。 NGT48 物語のもありがとう、めっちゃめっちゃめっちゃギフトくれる、ありがとうまたね、バイバイ、また明日、おやすみ村、バイバーイ。